今その黎明教ボンドルト創作活動のメタファーそしてなんでボンドルト教っていうのをまるで最後の方でいい話みたいに黎明教ボンドルトっていうのはですねそんな世界のですねある種究極の悪でありながらある種ですねその理想の教師であり理想の編集者でもあると思うんですね。つまり自分たちを作家にしてくれるんだけども人間ではなくなってしまうと。 それをすごい極端な形で書くといろんな人を犠牲にしながらなんだろアビスの探訪をしていくような話になるんですよ。でもボンドルドって第5回ぐらいのところから奥には行かないんですね。つまりあくまで自分は送り出す側というふうに立っているという辺が編集者的でありなんか教師的だなというふうに思いました。だからその書き手作者はですねアニメーション作り手も含めてボンドルドをですね 悪役として描けないんですねそうではなくてどこかで踏み違えてしまって人間性を失ってしまったプロデューサーであり編集というように書いてるからあそこまでもものすごいリアリティが出てくるんだと思います、まあ、そういうところも考えてです、ね、僕も見た「メイドイン・アビス」っていうのはものすごい、まあ、面白くてあんまりうつにはならなかったんですけどね岡田司夫の YouTube を見てくれてありがとうございますチャンネル登録よろしくお願いします